クエンの次はこれでございます。夏にふさわしくレモンのレモンのレモンの間違った。レモンはあんまり好きじゃない、酸っぱいから。メロンは大好物。こんな言ってたら一人おばちゃんがメロン持ってた。私は隣の人間国宝さん。隣の人間国宝。まあ、これでも一応人間国宝です。二人とも。私も人間国宝なんです。人間国宝二人が並んでますよ。間違えて二回あったよ。二回もあったよ。二回もあったよ。二回もあったよ。ハスコーさんの息子の時とね、それから窓川ひろしさんの時と、私窓川ひろしさん、八幡商店街に来られて、その時見てます。あ、本当ですか。ありがとうございます。そうですか。その時はあの喫茶店、あ、お店、薬屋さんか。そうです、薬屋さんで、商店街のお買い物屋さんからの紹介で、はい、この辺で変わったことできるかもしれません。地下鉄のね、朝汐橋っていって、あの港奥の方なんです。あの駅を降りてトントントンって言ったら、青木薬店という薬屋さんがあって、
今何が安いですかね。今そうですね、なんかもう夏場だし洗剤とか あと多分ね、あの虫除けスプレーとか、虫除けスプレー、虫殺虫剤とかも、なんか7月25日か20日までが大売り出しって貼ってありましたね。貼ってますね。かつてはね、面白い、かつてはね、あの日本中にいろんな薬屋さんありますわね、小さな個人経営の。その中で日本一の売り上げを誇ったのが青木薬店、はい、何を日本一売ったかというと、はい、ゴキブリホイホイのゴキブリホイホイゴキブリコンパクトの売り上げ日本一になったという、すごいね、本当にすごい、どんだけゴキブリがおるか、はい、お疲れ様です、はい、今日はよろしくお願いします。テレビ出演、私の学生時代からこんな活動をやっておりましたので、いろいろ新聞に載ったりいろいろいたしまして、本当にね、まさかこんなに反響を呼ぶとは思わず、1980年頃ですよ、だからもう40年も前ですから、立命館大学に行ってる頃ね、でこんなことをやってるうちにもうちょっと突き詰めたいなと思ってプロの道に行ったわけでございます。でも学生の頃にいろんな依頼が来た、ね、そのうちの一つに、京都の京都会館というのがあって、そこでファッションショーがある。ファッションショーの合間の時間に私がちょっと時間つないで、モデルさんがいろいろ着替えたりしないかって言ってみたら、びっくりしました。もう40人ぐらいモデルさんがいて、はい、もう非常に大きなファッションショー で、はい、でその時にほとんどがハーフか金髪のお姉さんだった。そうで私は控室に行って見てたらね、扉も何もなくてほとんどのお姉さんがすっぽんぽんで着替えてて、まあそうですね、早変わりですからね、早変わりでもうもんな僕らの目なんか気にしてない。でそれで私喜んでしまってこの道から離れられなくて、後にも先にもそれが一回コンキーなんでございます。良かったですね。まあ良かったですよ。でその後に依頼が来たのが、ヤング OO というね番組が、桂三枝、今の文枝さんですけども、はいはい、番組やつ、そこからね、出てくれないか。当時ね、いろいろ学生で面白いクラブ活動をやってる学生、大学があったというので、いろいろ、まあ、忍者研究会とか、はい、これも大阪芸術大学、私と同じ同期ですわ、あの黒井さん、ね、それから何があったかな、いろいろあるんですよ、忍者研究会の私でしょ。それから、でまあ、依頼があって紹介したいのでというのヤングオー SAB ホール、中之島の方にありました SAB ホール、あそこに呼ばれていくんです。で行きましたら、私と一緒同じような感じで、女子高生のセーラー服研究会というね、もうとんでもない学生が呼ばれてて、それ女子高生が呼ばれてるわけじゃなくて、男子の大学生が、男の大学生が女子高のセーラー服を集めてると集めて、しかもそれを着てるというね、そんなその当時か、その嘘みたいなね、今犯罪ではないかというようなセクハラではないかという、そんな研究会があった。僕はそんな研究会と同じように見てほしくなかった。私は日本のね、音楽によってこの近代化の歴史をいろいろ探っている上でこの振動を研究しようと思って、まあ、これは本当なんです。向こうはただのエッチな目的で集めてた、まあ、どうも分かりませんけども。ほんで台本がありまして、控え室でちょっと進行表、ヤングオーという番組僕見たことあったけど、家にテレビ勉強せないかんから置いてなかった。時々は友達の家で見てましたけども、桂三枝さんが司会をして、ザ・パンダと言ってね。